子としましょう。子育て勉強会のテルです。いつもご覧いただきありがとうございます。今回は子どものスマホやゲーム、タブレットとの付き合い方に関してお話しさせていただきたいと思います。この動画1本で子どもと電子機器との関わり方について分かる動画にしていきたいと思っていますので、まあ、かなり長い動画になると思いますが、最後にいつも通りスクショ OK のまとめ画面を用意していますので、ぜひ気楽な気持ちでご覧ください。私のチャンネルでは今回のように子育てを頑張るお父さんお母さんや子供の教育に関わる方向けに、子供を成長させる子育てにフォーカスを当てて、毎週火曜日から日曜日の計6本20時から動画アップしています。興味があるという方は最新動画を見つけやすくするためにチャンネル登録ボタンからチャンネル登録もお願いします。 Twitter でも発信していますので、そちらもよかったらご覧ください。はい、それでは行きましょう。まず今回の動画を作るきっかけになったのは、ツイッターでフォロワーさんからいただいたこちらのご相談です。友人が、うちの子ゲームこんだけ上手なんだよ、すごいでしょと言っていたのですが、悶々とした気持ちでいました。そしてうちは幼稚園児がいるんですが、スマホもゲームも与えていなく、本人も興味を持たずゲームは全くできません。でも周りを見ると、3歳からすでにスイッチでゲームをしていたり、うちの子は遅れているのだろうかと逆に不安になってしまいます。ブロックやらピアノ、そしてトミカやプラレールにごっこ遊び、オセロや神経衰弱は好きなんですが、ゲーム特有の画面を見てリモコンを操作するということができません。ゲームは幼少期にできた方がいいのでしょうか。もうすぐ年中なのでやらせるべきか、それとも自分からやりたいと言い出してからでいいのかと、いろいろと考えてしまいます。ゲームで学べること、脳にいいこともあるとは思います。そしてまだゲームができないのと言われると不安です。はい、このようなご相談なのですが、まずこれ皆さんにお聞きしたいんですが、このようにゲームを幼児期にさせることっていうのは、子供にとって良くて自慢すべきことという認識が常識になりつつあるのでしょうか。もしそうなのであれば、私の認識はかなり遅れているなと正直感じました。もちろんゲームは楽しいということはその通りです。特に親がゲーム好きで、親子でコミュニケーションとして楽しめるのもわかります。ですが、子供の成長にとってゲームはいいという常識があるんであれば、私はもう一度ちょっと勉強し直さないといけないと感じます。ここからは私が思う、そういったゲームやスマホ、タブレットに関する考え方をお話しさせていただきますので、それは違うという考え方があればコメントで教えていただけると幸いです。正直このような話はかなり多くの考え方があり、批判も受けやすいので発信したくないという思いもあるんですが、多くの方が付き合い方に悩まれているようなので、お役に立てるように心を込めてお話しさせていただきたいと思います。私は今の時代、例のウイルスの影響で自宅にいることが増えたことや、これからはテクノロジーの時代だということを考えても、子供がそういった電子機器に全く触れないでいることはさせるべきではないと思っています。特に小学生以降はタブレットや PC での学習が当たり前になっていきますから、どんどん活用していくのがこれからは普通です。ですが10歳くらいまでは、そういった電子機器は目的と絶対に避けるべきこと、これを明確に考えて与えていくべきだと私は思っています。まず目的とは、1つ目学習のため、2つ目テクノロジーを使う側になるため、3つ目運動のため、大体この3つのどれかかなと思っています。3つ目は今の外に、なかなか出にくい状況だからという感じですね。そして絶対に避けるべきこととは、ただ1つで中毒になることです。例えばゲーム中毒とか、スマホ中毒とか、 YouTube 中毒とかです。これが私の電子機器との付き合い方の基本的な考え方です。つまり3つの目的のために、必要な電子機器を中毒にならないような時期や方法、ルール付けをして使わせていくということです。私は1年前くらいまでは、学習目的であっても小学校低学年くらいまでは、電子機器で学ぶことは反対でした。ですが今のご時世を考えると、それを有効活用していく方が子供にとってプラスになる要素が大きいと感じる部分もあります。ちなみにここからはかなり細かく私が考える使用の条件をお話ししていきます。それがちょっと負担だなと感じる方もいると思います。そんな方は、とにかくゲーム中毒、スマホ中毒、 YouTube 中毒にお子様がならないように気をつけて、電子機器と関わっていくとだけ考えていただければ OK です。それで分かったという方は、ここからの用途別の細かい使い方はご覧いただかなくていいと思いますので、ここで動画を終えてください。ではここからさらに具体的に話していきたいと思います。子供が電子機器を通じてできることとしては、大きく8つに分けられるかなと思います。1つ目娯楽ゲーム、スマホとかタブレット、携帯ゲーム、テレビゲームなど含めます。2つ目勉強系のゲームやアプリ、3つ目育能系のゲームやアプリ、4つ目体を動かす系のゲーム、5つ目 YouTube などの娯楽動画、6つ目 YouTube などの子供が学ぶ系動画、7つ目電子書籍や絵本、そして8つ目情報の検索、これもスマホとか PC とかタブレットなのですね。
この8つのケースについてお話しできれば、だいたい網羅できるかなと思いますので、順番に一つ一つお話ししていきたいと思います。ちなみに、それぞれのこう使っていい条件などをこれからお話ししていきますが、まあ、大前提、皆様のご家庭の方針で、もうそもそもなるべくそういった電子機器に触れないと決めているご家庭であれば、もう使わないことに越したことはありません。使わないと決めているのに、無理に使ってくださいという内容ではありませんので、ご理解ください。ではまず一つ目の娯楽ゲームに関してお話ししていきます。これはもうすでにお子様にそういったゲームを許可している方には非常に申し上げづらいんですが、私は10歳まではなるべくさせないことをお勧めします。なぜかというと、娯楽ゲームは非常に中毒性が高く、先ほどの3つの目的のどれにも当てはまらないからです。ゲームもいろいろと試行錯誤して思考力や計画力がつくのではと考える方もいらっしゃるかもしれません。その要素は確かにあります。ですが、思考力はゲームでなくても育てることができますし、それ以上に娯楽ゲームにお子様がハマって中毒のような状態になってしまうことへの弊害度が圧倒的に大きいと考えています。私は親御様とのこれまでの面談で、本当に多くの方から子供がゲームばかり、スマホばかりいじって勉強しないとか、宿題もやらない、他に熱中できるものがないなどという相談を受けてきました。そんなご家庭ではお子様と日々バトルを繰り返して勉強しなさいと指示であったり叱る言葉が多く飛び交って、そしてゲームを取り上げれば暴れ出す子供、とにかくゲームがやりたすぎて他のことに興味が全く向かない子供、大げさではないくらいこのような状況のご家庭は多いです。このようなご家庭の状況の原因を作っているのは紛れもなく娯楽ゲームです。ただもし親御様がゲームの可能性を信じていて、これからの時代ゲームは将来仕事になる、学校の勉強の価値はどんどん下がっていき、他のことに熱中するよりもどんどんゲームに熱中してほしいという方針であれば、まあ、全然問題ないと思います。この考え方も今の時代はまんざら正しくないとは言い切れなくなってきています。まあ、正直私はこの考え方に賛同はできませんが、ご家庭でそこまで割り切っているんであれば、まあ、小学校の高学年になって学校の勉強や宿題をやらなくなってゲームばかりだったとしても、一喜一憂せずにドンと親が構えているんであれば、ご家庭の状況はそこまでひどくはならないと思いますから、いいと思います。ですが、そうではなく、ゲームではない勉強とか打ち込めるものを見つけて、それに向かって頑張ってほしい、それに向かって時間を使ってほしいという考えがあるんであれば、娯楽ゲームの中毒は強すぎます。特に近年の研究では10歳までが最も中毒性が高いと言います。もちろん相当精神性が高くて普通に我慢できたり、ルールをちゃんと決めて、まあ、家族で徹底して1日30分のゲーム時間とかね、そういうのを守れているとか、あとはゲームにそもそもハマらない子もいると思いますから、必ずしも全員がそのような状態になるわけではありません。ですが、私の経験上、早くからゲームを与えることにより、まあ、幼児期や小学生という成長にとって大事な時期をゲームに時間を費やしたり、ゲームをやめさせるために親子で不毛なマイナスなやり取りをするのは避けてほしいと思います。ちなみに、もし娯楽ゲームを与えるんであれば、どんな形が最善かというと、持ち歩けないゲームを与えて、時間を家族で完全にルール決めすることです。つまり、テレビゲームが最善かなと私は思います。持ち歩けなければ最悪家でのゲームとの接し方を気をつけるだけで済みますが、持ち歩ける携帯ゲームやタブレットゲームとかスマホゲームなどをお子様が自由に使えると、それを制限するのは本当に親の力がいると思います。ですから、テレビゲームをご家族で使い、そして家族全員でちゃんとルールを決めて、約束の時間を家族全員が守るということが大事です。大人と子供を分けずに一緒に守ることで子供も約束を守れます。あとは、実は今もう一つ、お子様が娯楽ゲームにハマっているんであれば、これをやった方がいいというアイデアが私の中にあります。ただ、まだちょっと固まりきっていないのと、ここでお話しするとかなり長くなってしまうので、後日別の動画でお話しできればと思います。はい、以上が、まずは娯楽ゲームに関する私の考え方でした。はい、次は二つ目、勉強系のゲームやアプリです。これはスタディサプリとか、あとは学べる系のタブレットとか、そういった勉強や学びを目的として作られているゲームやアプリのことですが、まあこれらは基本は使っていいと考えています。まあ、正直これはまだね、弊害があるという考え方もあるんですが、それ以上に子供の学びの効率やモチベーションを上げるための工夫の質が非常に高く、まあ、紙やテキストの勉強では全然モチベーションが上がらなかった子がタブレット学習に切り替えてすごく楽しそうに学んでいるというお声も多くいただいています。ですから、そのメリットを考えると使う価値は高いかなと考えています。ただし、私は使い始めは早くて年長ぐらいから、
小学校1年生くらいの間がいいかなと考えています。それより前はなるべくそういったテクノロジーが加わっていないもので学んで多くの実体験をしていくことをお勧めします。そして与えるツールとしては専用のタブレットとか、あとは学び専用の iPad など、こういったものを強くお勧めします。つまり親のスマホでやるとか、あとは家族共用、まあ、みんなで使う iPad とかを使うんではなく、その学び目的でしか使えないツールを用意するということです。まあ、レンタルでね、お金がかかるものなども多いですが、大切なのは中毒になってほしくないものに子供が触れないことです。スマホや家族共用の iPad はいくら気をつけても他の YouTube だったり娯楽アプリなどに子供は自由にアクセスできてしまいます。そうなると結局娯楽ゲームを与えた時と同様に、親がこれは使っちゃダメというように子供と不毛なやり取りをしなくてはいけなくなってしまいますから、学ぶ目的でしか使用できない市販の専用タブレットとか、完全に子供の学び用の iPad、 こういうのを用意して、それには学び系のアプリしか入っていなくて、まあ、App Store で子供が自由に購入できないような状態にちゃんとなっているものであれば、他の関係ないものを使う心配はしなくて済むのでいいのかなと思います。あとは子供の脳の成長にとって目がたくさん動くことっていうのは非常に重要だと言われます。それを考えるとスマホは小さい画面をじっと見つめることになりますから、まあ、脳にも良くないことが考えられます。タブレットであれば、まあ、多少ではありますが視野は広くなりますから、目を動かしながら学ぶことができます。まあ、ちなみにじゃあその学習タブレットとか学習用 iPad に中毒にはならないのと、まあ、もしかしたら思ったかもしれませんが、まあ、これはなったらなったでどんどん学んでくれるわけですからいいですよね。学習に関することにハマってくれるんであれば、それはお子様のプラスな姿勢だと思います。もちろん目や体の害にならないように休憩を挟んだり、外遊びもしっかりしていく必要はありますから、そこだけは気をつけてほしいと思います。はい、以上が勉強系のゲームやアプリの考え方です。はい、それでは行きましょう。次は3つ目、育脳系のゲームやアプリに関してです。まあ、これはいわゆる脳トレとかの脳を育てることを目的としたものですね。例えばこう何かをねタッチしていくやつとか、あとは指で動かしていくパズルとかですね。これも基本的にはまあ2つ目の勉強系のアプリと同じ考え方で、タブレットや専用の iPad 等の制限できるツールでやるならいいと思います。まあ、ただしこの育脳系のアプリはどのくらい効果があるのかと言われると、まあ、若干私は疑いがあります。そもそも脳を育てるには五感の刺激が必要です。特に子供時代は手からの、まあ、刺激、触覚が非常に重要です。指は第二の脳と言われますから、手で何かを掴んだりいろんな違う感触を味わったりすることで五感が刺激されて脳は育つわけです。それを考えるとタブレットやスマホはスワイプだったりタッチの際に感じる画面の無機質な感触だけですよね。それでどのくらい脳が育つのか、もちろん研究結果は私自身持っているわけではありませんから確かなことは言えませんが、実際に本物のパズルをするとか実体験の遊びをする方がよっぽど自然な育脳になるんではないかと私は考えています。はい、では次に4つ目、体を動かす系のゲームに関してです。例えばリングフィットなどの体を動かすゲームですね。まあ、これは今のご時世使っていってもいいのかなと考えています。まあ、これは親がちゃんと時間管理とかできるんであれば、年長と言わずもっと早くから使ってもいいかもしれませんね。やはり子供時代に体を動かすことは大事です。外に出づらくなった中で、まあ、ご家族で楽しく運動するという意味で使うのは非常に有効ですよね。ただしそういった体を動かす系のゲームもピンキリだと思います。私はそこまでこういったゲームに詳しくないんですが、次の状況に該当するなら使っていいと思います。一つ目がちゃんと運動になるものであることです。体を動かすといってもそこまでの運動量を期待できるものでないなら娯楽ゲームと同じですから、まあ、使う意味はあんまりないのかなと思います。そして2つ目は他の娯楽ゲームを使えない環境であることです。例えばスイッチでリングフィットを使っているとして、子供がそれ以外の娯楽ゲームをそのスイッチですぐにできてしまうような状態であれば、結局子供がそういった娯楽ゲームをやりたいと言い出してしまうので、まあ、スイッチにはリングフィットしか入っていない状態にして、他の選択肢を取れない状況であれば使ってもいいのかなと思います。はい、では次は5つ目、 YouTube などの娯楽動画です。まあ、これはもう娯楽ゲームと全く同じ考え方です。小学校低学年くらいまではその中毒性を考えるとおすすめはできません。そして娯楽ゲームはまだ自分で能動的に考えて操作するという主体性がありますが、ただ見るだけの娯楽系 YouTube は完全に情報を受け取るだけのツールです。お子様の成長へのプラスの効果はほとんどないと考えていいと思います。おそらく YouTube を見せないと子供が静かにできないというご家庭も多いのかなと思います。
子育ては100か0ではありませんから、あらゆることを試してもダメということがあれば見せる時があってもしょうがないとは思います。ですが、まあ、ちょっとこう厳しいことを言うと、お子様が YouTube を求めるのは大人が YouTube を見せたからです。子供に選択肢として YouTube という楽しいツールを与えたのは大人であり、 YouTube と出会っていなければ YouTube が見れないことで癇癪を起こすこともないわけです。ですから、まあ、10歳まで、まあ、せめて小学校入学前までは YouTube をね、なるべく使わない子育てというのを実践していただけると私の思いとしては嬉しいです。公共の場でお子様が気を紛らわすツールとしては、まずは絵本とかね、そういったものを試して、それが難しければ、できるなら YouTube などではなく先ほどの学び系のタブレットなどを使って、そういったものに集中してもらう方がいいと思います。では6つ目、 YouTube などの子供が学ぶ系動画はどうでしょうか。 YouTube は娯楽動画だけでなく学ぶ系の動画もありますよね。ひらがなや英語を学ぶなど、かなり豊富なコンテンツがあります。まあ、これは私は完全に使ってはいけないと思っていません。もちろん使わなくて全然 OK ってことであれば、そもそも使わなくていいと思うんですが、まあ、YouTube にいい学び動画があって、それを子供に見せてあげたいなどと思った場合は、テレビと YouTube を連動させてテレビで見るのがベストかなと思っています。テレビであれば家の中で見る選択肢しかありませんから、外で YouTube 見たいとなりづらいと思いますし、小さい画面にずっと子供が釘付けという状況にもならないので、それがいいのかなと思います。まあ、あとはそもそもですが、テレビのつけっぱなしはずっと受動的な情報を受け取るだけの環境になってしまいますから、私はあまり推奨していませんので、ご家庭でもテレビを見る時間を決めて、その時間内で YouTube の動画も楽しめるといいのかなと思います。まあ、最近はテレビはそもそも価値が低く、親としても学べるものや楽しめる要素が少ないので、もう家にはテレビを置いてないというご家庭も増えていますから、まあ、そういったご家庭は親のパソコンなど画面が比較的大きく、そして子供が自由に扱えないもので見せることをお勧めします。さらに聞き流しで OK なものであれば、家の中でラジオ感覚で YouTube を流すのもいいですね。まあ、この5番目と6番目の YouTube に関しての話は、まあ、正直多くの方が何理想論言ってるのと思われたかもしれません。まあ、もはやこの私の考え方は理想論すぎるのかもしれません。ですがやはり後々ゲームや YouTube 中毒となり困り果てるご家庭の過酷さをたくさん見てきた身として、そのような状態にだけはなってほしくないという思いで理想論を発信させていただきました。はい、それではいきましょう。では続いて7つ目、電子書籍や絵本に関してです。まあ、これは今回動画を作る上で本当に迷いました。過去に電子機器との付き合い方に関して発信した動画では、本を読ませるのは紙がいいとお伝えさせていただきました。やはり手でページを繊細にこうめくりながらね、目をしっかりと動かしながら読み進めていく紙の本っていうのは、子どもの発育にいい影響があると私は今でも思っています。ですがこのご時世、なかなか図書館で本を借りるのをためらってしまう、逆に本が家の中に溢れすぎるのも難しいとの声もよく聞きます。その両方を解決できるのが電子書籍ですよね。まあ、それを考えると、私はどちらかということではなく、どちらも使っていけばいいのかなと今は思っています。まあ、大枠で言うと、小学生まではなるべく紙の本にこだわって、小学生以降は紙の本と Kindle などを併用して使っていくのがいいのかなと思います。もちろんスマホで Kindle とかではなく、専用の Kindle ペーパーを使うとか、学習専用の iPad などに Kindle のアプリを入れるといった、まあ、他の娯楽アプリと混同しない方法がいいと思います。ご家庭や世の中の状況に合わせて併用していってください。そして最後、8つ目、情報の検索に関してですが、これは幼児期から積極的に活用していくのがいいと思います。まあ、幼児期であれば何か調べたいものがあれば、まずは図鑑や辞書で調べて、そして必要であれば親と一緒にパソコンなどを使いながら調べ物をしていきましょう。その際にネットリテラシーを養うための情報の信頼性についても教えていってあげましょう。辞書や図鑑はほとんどの情報がまず正しいと。そして次に普通の本、次にネットなどの情報や SNS というように、まあ、それぞれその情報が正しいかどうかを見極める考え方っていうのを教えていくことが大事です。そして小学生以降であれば、もうこれからはほとんどのご家庭が子ども専用のタブレットか、まあ、PC、パソコンを用意するようになると思います。ですからそういったものを使わないということではなく、正しい使い方を教えて、そしてシステムを活用して、ある程度のこう利用制限、これは親がかけてあげて、子供が間違った使い方ができない環境を作ってあげる配慮は大事かと思います。まあ、ちなみにスマホに関しては、私は10歳までは持たせなくていいと思ってます。もっと言えば小学生のうちはスマホは必要ないと思います。
子供と連絡を取るだけならスマホでなくてもいいですし、学校と連動したご家庭の学びにおいてもスマホは必要ないと思いますので、私は中学に入ってからでいいのではと思っています。まあ、ちなみにこういったね、スマホとかを10歳までは持たせる必要がないですという話をすると、いや、これからの時代は IT の時代だから、スマホだって早くから持たせないとついていけなくなるよと、 IT リテラシーが育ってかないよというふうなことを言われることがあります。私はそう思っていません。まあ、私もこれまでの経験で、子供たちがスマホっていうのを持ってから学んでいくまでの過程とか、あとは新しくパソコンを買って、それを使ってどれだけの速さで習得していくとか、そういった場面を見てきましたけれども、例えば周りの子よりもちょっと遅くスマホを自分でね、使い始めたとしても、本当に習得が早いです。もう大人が、なんだろうね、1ヶ月ぐらいかかるものを3日ぐらいで普通にマスターしてしまったりするんですよね。子供はそのくらいやっぱり興味があるものには習得が早いです。ですから私は子供がそういったスマホを持たないことによって IT リテラシーが遅れていくんじゃないかということを心配するよりも、早くから与えすぎることによってスマホ中毒みたいな形になる、そちらを懸念して、小学生のうちは、まあ、せめて10歳までは持たせる必要はないかなというのが私の考え方です。はい、今回かなり長くなってしまい、そして冒頭でも申し上げたようにかなり理想論だと感じた項目もあったかもしれません。今回の内容はあくまで私の価値観です。私は電子機器を取り入れることは賛成ですが、スマホや娯楽系のゲームとかアプリなどに中毒にならないような形で、学習のためテクノロジーを使う側になるため、運動のためといった目的をもとに取り入れていくことをお勧めします。何か皆さんの参考になれば嬉しいです。最後にまとめを表示させてもらいます。スクショしていただいても構いません。皆さんが具体的に実践していただくためにご活用いただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。